塩辛は、魚介類の実や内臓などを加熱することなく、塩漬けにし、素材自体の持つ酵素及び微生物によって発酵させ、高濃度の食塩により保存性を高めた発酵食品である。食味改善や保存性向上の目的で副材料を加える例もある。塩辛を単独で副食食材とすることもあるが、調味料としての役割も多い。類似のものに、 牛肉や鶏肉を原料とした肉症、魚を原料とした魚醤がある。製造技術的には、魚醤との差は非常に少なく区別をすることは難しい。今だらによる調査では、明治から昭和初期の伝統的な製法では、材料産に対し食塩に位置を加えるものが多かったとしているが経験により、季節、魚の鮮度、大きさなどで微調整され、地域や素材により、 塩分量はバラバラである。また、掃除て工事を添加する場合の塩分量は少ないと報告している。さらに脱水、脱脂、漁臭抑制などを目的として、あらかじめ1から2日塩漬けの全工程を設けることもある。伝統製法の塩辛と簡易製法の塩辛は区別される。694年から710年の間に、奈良県の藤原家跡から、 地方より税として送られた品物につけた木製の荷札である多数の木管が発掘されている。その一つに、船の塩殻を意味する船尾塩と書かれたものがあり、これが日本における塩殻の文献的書質である。平安時代末期には、根弱物語に今日使われる塩殻との文字が現れる。しかし、江戸時代以降の塩殻と同じものと確認できないことと、 時代的に孤立していることから、書質は、日保辞書とされることがある。16世紀から記録が確認できる、梨物との併用がしばらく続いた後、江戸中期後半以降に、塩からという名称で定着した。文献には、ややなまった、小からや、書からの事例が掲載されている。なお、沖縄県では、塩で辛くするという意味から、ガラスという独自の方言で呼ばれている。 使用される部位と材料の例、現代の日本で一般的に塩辛というと、イカの塩辛を指すがイカ以外にも様々な魚介入りを原料としている。タコアサビその他ヒくマグロ、サバ、シラウオ、カキ、サザエ、シャコガイ、トコブシ、ホタテの紐など多種ある。朝鮮ではチョッカル、またはちょっと少子、キムチをつける、際の調味料として欠かせないものである。もちろん、 そのまま食卓にも並ぶ。イカに代表的な例を挙げる。近年はキムチ塩辛なども販売されている。魚醤と同様の製造過程の桶網やエビを発酵させたペーストまたは固形の調味料が東南アジアで使用される。それらは日本の網の塩辛とは異なり、原型がない。イカの塩辛スルメイカを使うことが多い。伝統的なイカの塩辛は大きく分けて、 以下の三種類に分類できる。カム製法では、イカ肉と内臓を別々に塩臓しある、程度熟成したところで、イカ肉と内臓を混ぜる。肝臓の添加量は三から十パーセント程度。イカの塩からの発酵は、耐塩性乳酸菌など、複数の細菌による働きに加え、内臓に含まれる消化酵素によって、自己消化が起こり、アミノ酸が生成する働きも重要な役割を、 果たしている。塩分は、伝統的な製法の場合8から15%程度、近年の低塩製品は4から8%であるが、低塩製品では、食品衛生上の問題を生じやすくなる。なお、瓶詰めの塩辛として広く流通している桃屋の製品の場合、伝統製法同様に17%の高い塩分濃度となっている。そのため、 保存料を使用せずとも未回旋状態では常温保存が可能となっている。網の塩辛網の塩辛は東アジア各地で作られ調味料として使用される。ここで多用されるのは秋網やその禁煙種だがこれらは厳密には網ではなくエビの仲間である。イサザ網やツノナシオキ網などの塩辛も存在するが秋網ほど流通していない。韓国ではセウジョ と言い、キムチを漬ける際に発酵を促進し、アミノ酸の旨味を加える目的で使われる。香港のものは、シャージャンと言い、野菜の炒め物やスープの調味に使われる。中国石膏省ネーハでは、茹でた里芋に漬けて食べる。フィリピンでは、バゴーンと言い、料理の調味に使われる。特にカレカレの調味には欠かせないとされる。 居酒屋などではそのまま、あるいは大根おろしなどと合わせ酒魚として出す店が多い。家庭ではご飯に乗せて食べたり茶漬けにする例がある。タンパク質が分解されてアミノ酸を生じ、うまみを含むことから鍋料理などの隠し味として加える例もある。北海道ではふかしたジャガイモにイカの塩辛を乗せて食べることもある。ありがとうございます。